青春本坊草組中国 Number 5 represent China 青春 and 本坊草。さあスピードと質の高い演技に注目、特に高難度のリフト、中国の新雪張高白のペアです。去年の NHK 杯中国勢ペア初の国際大会優勝を飾りました。チゴイネルワイゼンです。今のはペアスピンコンビネーションでしたけれども、はい、女性のかかとに引っかかってしまいましたね。このダイナミックなスロージャンプ、トリプルループのスローイングですね。はい、中国の新雪張高白のペア、力量から言えば現在トップのベレジナやシャルリドゼに次ぐ力を持っているこのペアですが、ミスがありました。全体的に五十嵐さんどうだったでしょう。そうですね、昨年までは一つ一つの技が大きくて迫力があってっていうことはあったんですが、非常に荒削りだったものがですね、はい、まあ、このシーズンというかこの1年で随分そのプログラム的には洗練されてきたと思います。はい、ただこのプログラムの中でこれソロのサイドバイサイドのジャンプなんですけれども、ここで女性がまあ手をついて転倒と。そうでしたね。それからスピンでもですね転倒ということで、ミスが2つ重なってしまったんですね、はい、これが結構大きな減点になってしまいますので、まあ、リクワードエレメンツの方からはでの、まあ、高得点というのはなかなか望めないと思います。ただこのペアの強みはこのリフトの高さです。どういう採点になりますか。今年はカナダの大会でも優勝、長野オリンピックでは5位、そして世界選手権ではミネアポリスで行われましたが第4位という成績が残っています。日本でもおなじみのチンロ選手と同じリンクで練習をしている新雪張高白のペア。まず要素点が出ます。
4.9、 やはり五十嵐さん、このあたりは厳しいですね。そうですね、まあ、ですからプレゼンテーションの方はこれから 0.5 から 0.5 ぐらいは上がってくるっていうことだと思うんですけれども、はい、まあ、やはり2つの転倒というのは非常に珍しいんですけれども、これが完全に響いてますね。そうですね、はい、4.9、 アメリカは 4.8 をつけて、カザフスタンは 4.9 です。さあ、プレゼンテーションどれくらい回復するか。ああ、ロシアが 5.7 をつけています。カナダ、カザフスタンは 5.6、 日本も 5.6 をつけて、この時点で5組が滑り終えて第3位、新設超紅白です。5-6, 5-3, 5-5, 5-4, 5-6, 5-6. Thank you.